ら失礼かもしれないけど、ミリムちゃんと話せたのがめちゃくちゃ嬉しくて、いやなんかサナちゃんみたいな感じで言ってくれてちょっといや本当に嬉しかったわ、リリムちゃん可愛かったよみたいな、それがマジで嬉しかったですね。ちょっとリリムちゃんがめちゃくちゃ千葉ネズミさんを褒めてて、あの後に頭がおかしくなるかと思った。俺はって俺のことももっと見てよって思ったよ基本的にさ、なんかナトリさ、その推しにあんまりさ近づきすぎたくないみたいなさ、いやこれはイカロスですよ、翼もがれますからね。あんまりさ、そのやっぱり太陽に近づきすぎてね、イカロスも翼もがれて、うわー高いところからってなるでしょ。いや太陽近すぎ、あったかすぎバルタみたいな感じになるんだよ。いやバンイカロスあんまり近づきすぎね、みんな忙しいだろうからさ、なんかあんまり、まあでも全然話したい気持ちとかもあるんだけど、リリムちゃん、ごめんなさい、ごめん、本当に気持ち悪い声出ちゃった。いや、あのこういうことになるんだよ。太陽から近づいてきた、どうしようもないね。確かに。太陽さんサイドからちょっと近づいてこられたら、ああ思いつけるしかねえ。